さっきさ、あのウィキの後編撮ったじゃん。はい。あれのコメントで触れていいのかちょっと分かんなかったからあれだったんだけどさ、龍いじめられてたの？いじめですか？ありましたね、ありましたね。え？小学校、中学校で。やだ。やだってのに。マジで？違う。デビューしてからですかね、ひどかったのは。6年生になってデビューしてから、うん、テレビに出る機会が増えちゃって、学校で。学校行かないっていうのが増えてきて、うん、やっぱその学校行かないっていう部分だと、うん、ね、同じ学生からしてみたら、うん、妬みとかあるじゃないですか。うん、で今まで喋ってた人が、いきなり話しかけなくなって。友達だった子が、はい、で、うん、そこから一人孤立して、うん、もうそのまま卒業式まで学校行かなかったんですよ。で卒業式になったらいきなりピンポン来て、うん、その友達と来て、じゃあ卒業式出ないんで、出ないって言って、なんか出る理由がないっていうのを家の前で揉めたんですよ。僕の家の前で。でもそれは手を差し伸べてきたんじゃないの？いや、それもやっぱりその、うん、みんなで卒業したいみたいな、うん、わけわかんねえ、なんかその先生から言われたのかね。いや、わかんないですけど、そんなの求めてないからみたいな、お前らがそうしたことだろうみたいな感じで揉めて、卒業式だから仕方なく出たんですよ。同じクラスだったんですけど、でダーってみんな並んでる中で、一人なんかドラマのヤンキーみたいな感じで椅子バーンって蹴ってかっけー、しびれるー、こんなんで座って、うん、で、そのいじめたやつを睨みつけてて、うん、で、そいつらもうこうなんですよね忘れねえからみたいな感じで、はい、いや、もうやばいみたいな。向こうが声かけてくれたの？いや、なんかそのとか友達とかの女の子のが来たんですよ、うん、で、小学校はそれで終わったんですよね。で、中学はやばかったっすね。学校行ってないですもん小学校、中学校って同じメンツだったりするじゃん。いや、でも僕の小学校、うん、受験した子が多くて、うん、初日からも広かった。行った時にやっぱその上級生がバーってやっぱ来るじゃないですか。顔さしてる、顔さしてるから、うん、あいつだよみたいな。で、そこでなんか他の人たちがやっぱり妬み、中1話の思春期や真っ只中なので、お前テレビ出てるらしいじゃんみたいな感じ、すげえって言って、で授業中にいきなりなんかこうやってこうやってボケーっとしてたら、うん、ヤンキーみたいなのじゃないですか、うん、なんだよみたいな、はってなるじゃないですか、こっちからしたら、何見てんだよみたいな感じなんですけど、でそのまま無視してたら、そこからはそいつが学校でいうとあのトップいるじゃないですか、番長的な、番長的なやつで、そいつがやっぱ軸になって、うん、全員男束になって、うん、だっていじめが始まったんですよ。違う学年？いや、同じ学年で、でもそこでもやってらんねって、うん、学校行くのやめて、そこからまあ3年間行かなかったんですね。まあ、仕事もあったので、まあ、まあ事務所から行きなさいって言われたけど、まあ、そのいじめられてるって話をして、まあ、一回行かないと。じゃあ卒業のタイミングで、中学卒業すると受験始まるじゃないですか、高校受験で。やっぱ内申点とか大事だから、学校での、ね、内容とか求められてくるじゃないですか。そしたらその番長的なやつが一気に手のひら返って、ちょっと学校来いよみたいな感じで言ってきたんですよ。あ、またで中学になってやっぱ僕らも年が上がっていくんで、対応が変わってくるんですよね。で僕はそのまあ報復はしてないんですけど、まあ一言伝えて、あんま勘違いしないでほしいんだけど、お前は内心を求めるために俺に差し伸べてきた、ただそれはもう遅いと、俺は今回あと3年間は全て先生に報告したと、あとの人生はお前に任せるって言って、もうそのまま終わったんですよ。何これそのままお任せしますので、うん、あとは頑張ってくださいって、うん、でその後の動向を知らないんですけど、うん、なんかまあいじめってまあね問題ありますけど、やられてやり返すっていうのも確かにいいかもしれないですけど。いいの？いや僕はやられた側ですけど、やっていいと思うんですよ、うん、ただ暴力はいけないんですよ。手は出しちゃいけない、絶対。まあいじめはね、あのなくなった方がいいって言いますけど、まあそれはね、根絶したいよね、はい、この世からいじめなんてさ。しかもいじめてるのどっちでした？うん、俺？いや分かるっしょ、いじめられてたよ面白さもそうだったね。俺も言いたくてしょうがない今。あ、本当ですか？面白さちなみにどんなの？俺はやっぱね、当時、まあ、中学生の頃とかだとバッシュって流行ったの。あー、だから俺みたいなもんがエアジョーダンとかエアマックス95とかの世代だったから、あんなの履いてったらもうなくなってた、帰りの、うん、で俺も靴それで 2,3 個持ってかれて上履きで、うん、帰ったりとかしてた、うん、まあそんなのありますよね、流行っ
ってたってすごい悪い言い方だけど、なんか昔やいじめってなんかそこら辺にあったよね。時代も時代ですよね、うん、今より分かりやすいいじめの方がでも多かった、うん、今だと多分ネットとか使った陰湿ないじめがやっぱ流行ってるので、うん、ネットのね、うんうん、いじめた方って意外と覚えてなくて、いじめられた方はやっぱ覚えてるものなんですね、うん、それがやっぱ気づかないまま続くので、まあ悪い連鎖だよね、うんうん、今だけなんで絶対さらに先にでかい壁が来るときにね越えられると思いますよね。であとは一人で抱え込まないことが大事、うん、だ誰かに必ず伝えることが大事なので、僕らもこういう動画を通して伝えればないいかなと思いますので、うん、そうだね、これは今後も伝えていきたいね、はい、うん、テストはいじめかっこ悪い。